スタジオを見て、もうね、すでにあの構図が大体、頭にあるんだなということは分かりますよね。で、まあ、デッサンするっていうのは、まあ、頭の中にこう白い画面にイメージがかぶさって出来上がった像を見て、それをなぞる作業じゃないかなと僕は思うんですけども。いいこと言うんだ。そう、ありがとう。で、大事なことはね、あんまり輪郭を限定してないですね、今。うん、まあ、普通あのクロッキーと言われるね、クロッキーの、あの書き順からすると彼のね、あの書き方ちょっと変わってるなと思うの、多分その輪郭から入ってないですね、真ん中から行ってますよね、うん、でどこを掴んでるのかっていうことなんですけども、うん、まあ、多分あの彼がこうなぞってるのはね、稜線といってボリュームの頭なんですよね。で、まあ、箱の角みたいなところで、そこからまあ明るさが変わりやすいあのポイントでもあるし、面の変わり目でもあるので、まあ、それがこう立体感を出すのにどうしてもね必要なあのところです、稜線、ね。それから見てわかるようにね、あの頭の位置があんまりねひょこひょこ動かないね、あのデッサンがこう定まらない人ってね、頭こうやって動いてるんだよね、うん、あとこう上から覗くとかね、うん、で普通やっぱり人間って物を比べる時っていうのは2つ横に並べて比べますから、上に上下に並べて比べるってことはないですよ、ほとんど。うん、だから上から覗いて描く癖のある人はあのちょっとその辺はね考えた方がいいですね。でおそらくあの手を描いてる時とかね、足を描いてる時とかでも、あの全体の中でどれぐらいの大きさっていうのを見てるわけですよね、うん、手を見て手を描いてるわけじゃないでね。肌色とか明るい色が入り始めました、うん、まず最初に白い紙で始めたので、今まで汚してたので暗くしていってたんですね、うん、暗くしたことによって、うん、今度は明るいところが探していけるわけですね。白い紙のままだと明るいところを探してもさ、白の上に白を塗っても効果がないので、まずいろんな調子の暗さを作って、今度は明るいところを探せるようにしたわけですね。最初にアクリルでつけたあの水彩の部分ですね、それは大きな当たりなので、輪郭線からはみ出しているところも足りないところもあります。でも絵っていうのは基本的には足し算と引き算で描いていくんですよね。だから最初描いたのと違っててもいいのよ。でそれに足んないところは今やってるように加筆するし、はみ出しているところは白いのを消していけばいいですよね。でも要はその足し算や引き算ができる土俵にまず持っていく、さっき言った汚しですよね、それをやってやると足し算と引き算ができるわけです。それがないと白い紙って足し算しかしていけないよね、うん、